今日体育の新しい教師来るんだった。優しい人がいいな。俺はいかにも熱血教師ってのがいいな。いねえよ今時そんな教師。もういっそボディービルダーみたいな教師がいい。いやどんな理想だよ。いつの時代もいねえよそんな教師。頼もう。嘘だろ。来たー。やあ若者たち、青春してるかね。めちゃくちゃ暑苦しいやつ来ちゃった。てか肩にジープ乗っちゃってるよ。早速筋肉への褒め言葉ありがとう。いや比喩じゃなくて事実なんだけど、今日からこの学校で体育を教えることになったフィジタニ強しだ。フィジタニ強し。フィジ強って呼んでくれ。フィジ強。フィジ強さんかっけーっす。俺もフィジ強さんみたいな体になりたいっす。無理だろ、生まれ持ったものが違うんだし。この感じで冷たいの珍しい。そっか、納得できんの。全否定されてるんだぞ。フィジ強さんが自分の才能に気づいたきっかけって何だったんですか。そうだな、あれはまだ俺が教育実習生だった頃。最近なんだ。当時の俺はこんなガチムチではなくヒョロヒョロの青年だったんだ。話が違うな。その時赴任先の小学校で柔道に腕相撲を挑まれたんだ。結果は圧勝だ。でしょうね。俺は怖かったよ。自分のこの才能はいつか人を傷つけるんじゃないかって。思い違いだよ。その日から俺はそのクラスで休み時間になるたびに児童を次々となぎ倒していった。時には女子も泣かせた。早速傷つけたよ人を。赴任していた3週間俺はずっと勝ち続けた。もう俺に挑んでくる者がいなくなって虚空と戦ったりもした。何やってんだよ本当に。そうして迎えた教育実習最終日、身の回りを整理している俺の元に一人の挑戦者が現れたんだ。ほう。彼の名は細田くん。名前の通りひょろっとした少年だった。俺は心よく勝負を引き受けたよ。格下を圧倒するのは最高だからね。何なんだよこいつ。しかし結果は惨敗だったんだ。悔しかったよ。最悪の気分だった。なんで負けてんだよ。勝負後彼は俺に打ち明けたよ。先生、僕の能力はね、アームストロング。腕相撲だったら誰にも負けないよ。そこで初めて思い知ったよ、才能の壁というものをね。ありがとう細田君。その日から俺は自分の才能について考え始め、一つの結論に行き着いた。なら俺は自分の能力に見合った生き方をすればいいってね。ほう。で、俺の能力であるショルダーリトルジープに合う屈強な体を手に入れようってな。それ能力だったの？ずっと気になってたけど。そうして鍛錬を積み重ね、今のこのナイスボディを手に入れたってわけである。いや結局鍛錬で手に入れてんじゃねえか。最初から最後まで全く共感できない話だ。黒い？フィジ強さん、あんたかっこいいよ。どこがだよ、人格終わってるんだぞ。分かってくれるかね、正義くん。ほら、ショルダーリトルチープも喜んでいる。マジで何なんだよその能力。一生ついていきますフィジ強さん。よし、それじゃあ今日の授業は掛け声だ。おー、今から俺がポージングしていくから、みんなは俺に掛け声を浴びせてくれ。タンクトップ。よっしゃー、うん。肩にちっちゃいジープ乗っけてんのかい。肩にちっちゃいジープ乗っけてんのかい。肩にちっちゃいジープ乗っけてんのかい。なんだこの授業。